はい、皆さんどうも、こんにちは、こんばんは、おはようございます。僕です。ね。今回、第3回目かな。続きやっていきましょう。今日こそね、巨大ボス倒したいと思います。いや、今日絶対出るから。絶対出るから、信じてください。ね。はい。というわけでね、なんかちょっと調べたところによると、なんかね、キークエストっていうね、このクエストクリアしたら次のイベント進むってやつは、前回クリアしたやつ1個だけでよかったらしいですね。なので、これで新しいクエストが出るはずです。くんちゅう！あ！ん？ん？あれ？あれ？おかしいな。くんちゅう、あれ？あれ？ギルドの評価上げませんか？そう、重要な評価を上げます。はい、というわけで、巨大ボスくんちゅう、戦いに行きましょう。つらい。ね、まあでもこのクエストをクリアしたら、今度こそ、巨大ボスが出てきます。ね、信じてください。もう、さっきからほんと、デルデルデル詐欺だね、ほんと。ごめんね、みんな。ね。いいや。なんかいいやと思う人はね、適当に飛ばしてください。よし。多分ね、今回のこの動画の後半は絶対巨大ボスです。いや、もう覚えてるもん。最初に戦うボス。ね。誰だっけ。多分、ドスジャギーか、アルセルタスだっけ。アルセルスだっけ。ね。あいつだったと思います。ので、ね、多分、ま、すぐ出てくるでしょ。よし。で、ついてなんで、アイテムをちょっと買っていきましょう。薬草と、ピッケル。ね。ピッケルを3個ぐらい買っていきましょう。よし、じゃあ行ってきまーす。くんちゅうを狩れ。でも、くんちゅうって、倒せんの？ヘビーボカで倒せんの？大丈夫なのみんな。心配だよ、これ、本当に。通常段レベル2持って、三段を持っていきましょう。でも三段あるからいけんのかな？ね。あとね、ちょっと前回、しゃがみ打ち、ね、しゃがんでーしゅーではさ、なんだっけ。通常段しか打てないって言ったじゃん、これ。うわ、通常段しかないんだけどさ、これ、なんか武器を変えるとさ、ね、打てる、しゃがみ打ちで打てる弾の数がね、変わるっていう、ね、とってもすごい話、聞きました、僕。ね。いいぞ。でも、いいですよ。ね。モンスターハンター、なんだろう。今回、今みたいにちょっとチュートリアルがよく入るようになったんですけど、2周目にとっちゃ、ちょっとありがた迷惑ってやつですよね、ほんと。勘弁してくれ。さあ、ケルビーとかじゃなくて、今回買うのは、くんちゅうです。ね、くんちゅうの場所。どこですか？ね、探しに行きましょう。さあ、くんちゅうはね、皆さんどんなモンスターかわかりますか？ダンゴムシですよ、ダンゴムシ。ね。子供の頃みんな、ダンゴムシってなんか遊んだことある？ね。あるかな？俺虫大嫌いだったからね。無理だわ。ね。やだ、友達がさ、もうダンゴムシとか投げてくんだよ、丸めて。マジな、泣いてたわ、俺。ダメだわ、ね。でも動物とかは割と好きだよ、動物とかね。犬とか猫とか。お、採掘ポイント。よし。さあ、採掘ポイントはね、なるべく余った時間に、取るようにしましょう。とりあえず、このね、持ってるヘビーボウガンもね、ちょっとは強くしないと、お話にならなすぎ、なんでね。ね、なるべく採掘ポイントも集めながら、先進みたいと思います。まあもちろんね、この放送外っていうかね、動画の外でも、ちょっと集めたりとかしときますので、ね、なるべくスムーズに行くように頑張っていきましょう。ね。最近さ、もう、俺、前回も言ったけど、生放送がね、基本的にメインなんですよね。生放送メイン。生放送、ライブストリーミング配信ね。YouTube ライブとかね。この YouTube 見てる人はね、トップページ、チャンネルのトップページ行くと、たまにね、ライブのお知らせとかやってるから、ね、何月何日、何時から、ね、このゲームやるよとかね、書いてるんで、ね、ぜひとも皆さん、いつかね、ライブでもゲーム見てください。待ってますよ。よーし！さあ、どこだ、これ。なんだ、でも、ライブと動画の違いはね、なんだろう。ほんと、コメントがあるかないかってとこかな。ね、なんだろう、リスナーさんが書いてくれるコメントに対して、リアルタイムで返事ができる。それが、な、それが、
それが一番いいとこじゃないかなね。前回も YouTube の方でコメントいただいたんですけど、ありがとうございます。なんか、ヘビーボーガンで殴ることができるそうなんですよ、これ。見てください、皆さん。この、下画面のね、右上、特殊攻撃って押すと、あれあれ盗まれたおいおいあれね。あれあれあれ弱くないあれあれ当たらんあれ当たらんあれオッケーこんな風に、殴ることもできます。もう、ヘビーボーガンは神かでも、弱すぎない今の。何今の。まあまあまあ、でも、あるだけありがたいって感じでしょうか。ね。いい感じに敵を殴って、ね、スタンさせるっていうことも可能かもしれませんね。いや、無理ですね。さあ、くんちゅうね。全然見つからないんですけど、皆さん。どこにいるんでしょうか ?7 番かな?行ってみようか。よし。7番、確かによくいた気する、あの、段差がいっぱいあるところ。行ってみます。あ、そうか。あの、最初の村クエだからムービー入んだね。これ、くんちゅう。ね、団子虫だよ。わかつ。ね、通称、うんこ。こういってね、地味に1回目はね、一回目攻撃するとき丸くなって飛んでくるからね、キックで攻撃するとね、飛んでくんだよね。サッカーだーお前ボールだーお前ボールだーね、楽しいね楽しいねよし。ほらほら。オッケー。よいしょ、お前のボールだオッケー飛んでけー三段俺全然使いこなさないんだな。全然強いと思わない。強いのかなぁ。どうなんだろうね、これ。よいしょ。多人数っていうか多数のモンスターを一気に攻撃できる点は確かに高評価ですよね。よし。だでも一番強いのはやっぱこの通常なレベル2だからね。バーン、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 バーン。これ、時間かかるぞ。時間かかると楽しいぞ。よし、残り5匹です。ね、さあ、どこにいる?行け!このね、オトモアイドゥが今回のこの攻略の鍵になるんじゃないかなと思うんだよ。痛い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 。だから、あの、オトモアイドゥはしっかりと可愛がろう。よーしよ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 し、可愛いね。鎧玉これも、絶対今回のキーだからね。鎧玉で防御力上げなきゃいけないっていうのもね。だから、やっぱモンスターはいっぱい倒す。そしてちゃんと剥ぎ取る。ね。それな。剥ぎ取って、アイテムを得て、で、そこで強化していくっていうね。もう素晴らしい。ね。喜びスパイラルだよ、これが。よし。オッケー。さあ、残りは、3匹ですね。頑張って探していきましょう。もう鉄鉱石とかでね、基本的にね、普通の武器とかは、鉄鉱石とかだけで作れる武器とかがあったりして、うん。なんかいい感じの武器もあるんですよね。でも、ガンナーってどうなんだろうな?弓はね、使ったことあるんだよ、俺。弓は。昔のセカンド G で。うん。ね。で、なんだろう。ヘビーボーガンとライトボーガンはね、ほんと使ったことがない。ライトボーガンはね、なんか、なんだっけ、なんかよくわかんないモンスターを眠らせに行くとかでね、なんかすげえ使った気するけどね。それ以外ほんとからっきしだなぁ。ねえ。よいしょ。で、どんな素材がいるのかもね、正直いまいちわかんないでね。ね。何集めたらいいのかね、また皆さんぜひとも教えてください。ね、ググレっていう人はね、ごめんなさい。めんどくさいです。よし。いいぞ。よし。でもなんだかんだ言って、なんか、モンハンじゃない感じがして、楽しくない?これ。ね、ヘビーボーガンっていうのもなんか、一つのね、新しい、ね、ゲームしてる気分になれる、これ。これフォローしてるのかな俺。ね。今必死の熱いフォローしてますよ。ね。あ、くんち残り1匹だ。転がってきたぞ。いいぞ。何手前で止まってんだよ、お前。ぶっ殺せーよし。さあ、このヘビーボーガンはさっきみたいに照準つけなくてもね、このまま撃つことができますのでね。多分これが絶対鍵になると思うよね。これ。この適当に撃つ。当たってんのこれ当たってないのえ当たってないこれ。なんで当たってないのえおかしくないよし。この、ほら見たまま撃ち。ね。見たまま撃ち。ね。で、余裕があったらこんな風に狙い撃ちしていくって感じでしょうか。さあ、
ターゲットを達成しました。くんちゅう撃破ね。さあヘビーウォーガーも使い方だいぶ慣れてきましたね。いい感じに使っていきましょう。よし、俺ヘビーウォーガーで乗り込みしたい。乗り込んだ後に絶対こうだよね。しゃがんでーしー絶対気持ちいい絶対気持ちいい、これね、いいぞ。しかも今ね、装備してるのがね、この一番初期装備ブレイブシリーズなんですよ。ブレイブシリーズは乗り名人っていうね、乗り込みがしやすくなるっていうね、熱いスキルがついてますのでね、もしかしたらヘビーウォーガンとすっごい相性がいいかもしれないね。勝てるぞ。よしいいぞ。なんか楽しみになってきた、巨大ボスがね、巨大ボス。さあ、皆さんお待たせしました。今度こそね、巨大ボスが出てきます。どんなモンスターが出てくるのか楽しみだね。いくぞー。さあ、支給品用アイテム返却してクリアだ。よし、この画面の間ってなんかすごい暇だよねいつも思うんだけど、この間暇なんだけど、カットできないのかなって思う、いつも思う。でもできないんだよね。なんでだろうね、ほんと。辛い。よし、さあ、アイテム納品して、あ、納品じゃない、ね、ボックス送って。よし、ライトもレベルアップおめでとう。ね。さあ、クエスト出るか出るか、出てくれよ。頼むぞ。出てくれよ。出てくれ、頼む。お願いだ。まつげの長いハンター。頼むぞ。つけまかなおう、クエストあるか ?No! 何よりに、ね、猫の依頼をいなしたってね。ありがとうにある。お前様に感謝のある。ね、もう一つクエスト依頼したにあるよ。よし。いいぞ。で、さらなるクエストを依頼されることがある。ね、こうやってストーリーをね、どんどん進めていって、ラスボスをぶっ殺せ。それが、このね、放送、動画の目標です。忘れんなよ、みんな。ね、勝てんのかくぅ困ったにやるお、まつげのハンター。さあ、まつげのハンター、アールセルダスキンターぞーさあ、初の巨大モンスター討伐クエスト、アルセルタス。勝てるのかね、勝ちましょう。刺身魚の納品。え、黙ってろ、そんな嫌だよ。これもやらなきゃいけないのかな、刺身魚って。なんか刺身魚ってどこにあるんですかってね、この前、だいぶ前やってたモンスターハンターの生放送の時にね、だいぶ聞いてくるリスナーさんいたんですよね。ね。なんか多分キークエストかな、もしかしたら。ね。うん。まあ、それはまた適当にやっておきましょう。よーし。しっ、お前もしかして。やばい、お前分かってるぞ。お前ってもしかして神か？なんだこいつ。卵卵ドーヒングエストもやだよ、これ。なにこれ、なきゃ、一個以外、ほとんどってか全部が、なんて言うんだろう。で、採取クエストとか納品クエストじゃん。やばい。ワクワクしてくんな。さあ、でもなんとかね、一個だけありましたね。アルセルタス、突撃。来たぞ、お前ら。で、食材レベルがアップする。食材クエストですね。よかった。これを終わらせましょう。ね。さあ、アルセルダスって言えばね、虫ポケモン。ポケモンじゃない虫モンスター。ね。モンスターですよ、皆さん。いやー、これは勝てる気がしてきた。暴れ打ちつけとこうか。ね。だから、属性弾とか、撃てんのかな、この武器。属性弾とか、火とかあったらね、多分、かなり大ダメージ与えれるんじゃないかなと思う。ね。よし、暴れ打ちを神の発見。さあ、そのね、使える弾っていうのは多分ここで調べれるんだよね。使える弾。火炎弾、使える火炎弾。何、効果弾って。ね。なんか、知らない弾があるんだけど。何これ。残裂弾で何これ。切れるの？尻尾切れるのかな？ね。拡散弾撃てんの？え、鉄鋼榴弾撃てないんこれ。嘘ん。辛い。さて、じゃあ、鉄鋼榴弾も撃てないそうなんで、ね。悲しいね。この、今持ってる装備だけで行ってきましょう。貫通弾。でもあいつ短いから、ちっちゃいから貫通弾効かねえだろ。あ、でも火炎弾とか撃ってなかったよね、今。え？火炎弾撃ってないの？嘘。どうすんだよ、作れねえぞ、今。じゃあ、通常弾レベル2で頑張っていく感じでしょうか。ね。通常弾レベル2買っておこうか、ちょっと。おい、頼むぞ。なんか、
支給品に何十個が入ってたんだけど、何個か忘れちゃったけど、ね。だけど、一応持っていこう、全部。よし、じゃあ皆さんお待たせしました。モンスターハンター。ほう。ヘビーボーガンでクリアできんのか?初巨大モンスターです。行ってきます。楽しみだね。行くぞ。パート3にしてようやく巨大ボス。ね。何?今日大型モンスターからのにターゲットカメラが便利だぞ。いいぞ。ね。ターゲットカメラ。ね。なんか、昔とね、下の、ね、なんだろう。プリセットというのカスタマイズ、下画面、タッチパネルのところがね、いつもと違うからなんかやりにくそう。お!閃光玉とかあるじゃん。ね、ガンナーの、だって、近接の時はさ、あまり、ね、いいなとか思わなかったんだけど、カインダーある。ね、閃光玉とかはね、ガンナーだったらすっごい便利だよね、絶対。うん。使いこなしていこう。さて、何番にいるかな?アルセルサス。ね、3番か ?2 番、2、3番や2番かな、多分。ね。なんかこっちにいそう。行きましょう。あ、違う。8番かな?どこだろう?わかんない。わかんない。虫っぽいとこだよね。虫っぽいとこ。ここ虫っぽいよ。緑だよ。でもどっちかって言ったらこういう、ね、お好み焼きステージは、ネルスキュラとか、その辺かな?ね。あとなんだっけ?ケチャワチャとか。ね。みんな今回のモンスターハンター4で一番好きなモンスターとかいますか?好きなモンスター。ね。見た目かっこいいとかでもいいよ。ね。なんだろう俺。やっぱりね、キリンは好き。わかるよなみんな。キリンはかっこいい。もう、安定だって言われるかもしれないけど、キリンはかっこいい。ね。まあ、過去のモンスターだけどね。で、新モンスターで一番好きはなんだろうな。ネルスキュラかな。あいつ、かっこいいよね。ね。嫌いだけどさ。かっこいい。ね。猛毒とかは死んでほしいんだけど、デザインっていう靴、雲かっこいいよね、あれ。わかんないみんな。ネルスキュラの装備とか頭とんがってんだよ。超かっこいいぞ、お前ら。さあ、ムービースタートです。ここにいたか。来たぞ。来たぞ。どう戦おう、これ。あ、女の子だ、かわいい。あ、避ける。避けてない。まだ新米ハンターでした。目開いてないぞ、お前。眠たいのか?行けろ。でも、空飛んでる敵にもね、撃てるっていうのはやっぱでかいと思う。うん。OK。拡散弾とかね、やっぱいろんな弾を使えるようになってから、多分ヘビーボーガンとかこのライトボーガンっていうのはすげえ楽しくなっていくんじゃないかなって思う。ね、よし。行きましょう。さあ、バーザス、アルセルダス。ね、負けへんぞ。さあ、ターゲットカメラつけて。怖いなぁ。おら落ちてこいおらおらおらあたあれえ、こんな、あーあやばいやばいあー怖い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 あ、でも、アルセルダスやっぱりなんかすごい、ね。いや、最初のモンスターだけあって優しい感じする。ね、痛い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 。なんかあんまり動かなくてもね、いい感じに当てれるもんね。あとなんかやっぱ弾道がすごい逸れてるのはね、猫の暴れ打ちのせいかな。銃弾の威力が上がるんだけど、その代わりに、なんか弾道が変な動きするんだっけ、確か。よいしょ。使えてんじゃん、俺。いやーだ、使えてないぞ!よし。あ、でもやっぱ、言ってもね、まだ村クエのね、初期の初期、ね。そんなやっぱダメージは受けないね。よかった、俺、ガンダーってさ、めちゃくちゃ防御力低いって聞いてたからさ、すげえ不安だったんだよね、ほんと。なんとかやっていけそうだわ、これは。頭とか食わしたい。でもこれ、V 破壊とか絶対大変だよね、ほんと。落ちてこい、おらおら、よーし!ひるむぞ?ひるむぞ?あ、逃げたの?早くない?君。あ、ペイントボールとかつけてない、俺。ちょ、行かないで、行かないで。行かないで、行かないで、待て待て待て。俺見せないで、見せないで。忘れちゃいかん。なんか、ペイント弾とか確かあったよね。ほんと。うん。よいしょ。さあ、アルセルタスが逃げたので追っかけましょう。ね。ペイント弾とかなんか作って、持ってきて、撃ってたら、なんかすごい、ペイントボールの節約になっていいかもしれないな。ね。ペイントボールって地味に作るのめんどくさいもんね、ほんと。さあ、アルセルタスいるね。ペイントボールつけましょう。いきなり俺にビビって逃げたのか、お前。ああ、もったいない、もったいない、もったいない。あ、これはいけるぞ!乗り込むぞー!乗り込めない。
これな。よし、さあ、投げましょう。いや、乗り込みたい感ある、めちゃめちゃ。よし。さあ、落ちてこい、落ちてこい。ほら、あー、見えへん、見えへん、見えへん。くっそー、これは、なんか簡易照準とね、さっきみたいな、がっつり狙う照準のね、2種類あるんですよね、この、ガンナーっていうのは。ね、もうガンナー分かった、口聞いて。あー、ちょ、サブクエスト達成。来たぞ、お前ら。行くぞ、必殺。あれ、ちょっと待って、しゃがんでーす、シュー。遅い。まだ慣れてないぞ。でも、いいぞ、いいぞ。敵が、迷走してる。当ててないぞ、当たってないぞ、それ。よしよしよし。ええぞー、打ちまくれ。さ、これ結構ダメージ与えたんじゃないかな。ね、これすっげえ球曲がるね、ほんと。さ、しゃがみ打ち、これで終了です。ね。結構弱ってんじゃないの、これ、もしかして。ねえ。あ、ハンターさん、逃げようとしてますよ。お、弱ってる。え、もしかして、ほんと、しゃがんでシューさ、めちゃめちゃ強いんじゃないの、これ。ねえ。逃げんのか？お、逃げんのか？お、逃がさんぞ。いや、当たんないんだか、これ。すげえ取れるんだけど。すげえ取れるんだけど、これ。何これ。暴れ打ちって、もしかして、良くないのかも。ねえ。どうなんでしょうね、皆さん、これ。暴れ打ちすると、攻撃力が上がる。だけど、その反動ですごい逸れてしまう。ね。いや、上手いプロハンド方々だったら、多分使いこなせるんでしょう。ね。俺もプロハンに早くなるぞ。よし。行くぞ、みんな。あちょっと待って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 乗り込みたい乗り込みたい乗り込みたい乗り込もう、今回。行くぞ。乗り込みー来たぞーいいぞやった、乗りましたよ。ジャンプ攻撃を特定の部位に上げるとモンスターに乗れます。これがモンスターハンター4の新システム。行くぞ。さあ、乗り名人の力見せてやろう。行くぜー。ぐさ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 ーぐさぐさーぐさぐさー、出しときなさい。いいぞ。そしてそこからの、行くぞ。しゃがんでーシュー、長い。ほら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 、強いぞこれ。よっしゃー、初討伐へ、やったぜ。ね、いや、なんかすげえ幸先良くないこれ。でも、まあ、このモンスターにはものすごいこのね、しゃがんでシューアとか当てることができたけど、もっと素早いモンスターとか積極的に攻撃してくるモンスターだったら、もう少しね、戦い方考えないといけないのかもしれないね。でも、ね、とにかく、ね、見事、俺勝つことができました。やったぜ！嬉しいね！わーい！ヘビーボーガンでなんとかね、やっていけそうだ。な、お前ら。な。頑張ろうな、これから。な。うわ、当たった！やるじゃん。ビギブルー頑張ろう。よし、いや、ちょっとすげえ嬉しくなってきた。これから先がね、なんか楽しみになってきたね。勝つぞー。はい、というわけで皆さん、今日はね、これで終わりにしましょう。お、モンスターハンター4ヘビーボーガンでクリアできるのか、パート3でした。ね、巨大モンスター初めて倒して、ね、まだまだなんかいい感じです。ね、次回もいい感じに行きましょう。レベルアップだ、やったぜ。最後俺が撃ったからだよ。な、それな。はい、じゃあ皆さんお疲れ様でした。次のパートでお会いしましょう。のし、じゃの、バイバイ。